My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed. ではまずバッグをご紹介します。これは数年前にドリスバンノッテンで買ったショルダーバッグです。こんな感じでここで紐の長さが調節できるので、まあ、ショルダーだったらこのぐらい長めでもいいし、このぐらいに一番短くしてちょっとボディバッグ風に斜め掛けにしたりとか、まあ、長さを調整して使っています。でこの中身はですねちっちゃいんですが、中はちゃんとこんな感じでマチがあるので割と結構物は入ります。ここにもポケットがあって、こっちにもポケットがあったりするので意外といろいろ物は入ります。で最初見た時に、まあ、柄のバッグは可愛いけど合わせるお洋服を選ぶかなと思ってすごく躊躇したんですが、このまあバッグの中にある黒とかブルー、茶色、あとちょっとこの辺にある白っぽい色、こういう色と同じような系統の洋服であればどんな感じでも普通に合わせることができるし、このバッグの中に入ってないようなマスタードとか黄色とかそういう色でもこのバッグが逆にアクセントになってくれるので、これ以外にも柄のバッグをまた買ってしまったぐらい今はとても気に入って使っています。ではじゃあバッグの中身をご紹介していこうと思います。で、まあ、まず最初はお財布ですね。これは以前の動画でもご紹介してますが、ロエベで買ったミニ三つ折り財布です。でこの中はですね、よいしょ、こんな感じでお札を入れるところがまずあるでしょ。でそれからこんな感じでカードも 1,2,3 箇所入って、3箇所でももう結構何枚もここにも入るんですが、私はカードは別のものに入れているのでカードはこの中には2枚しか入っていない。でこっち側は小銭が入る。まあでも小銭はなるべくあんまりいっぱい持たないようにしようと思っていて、あんまりいっぱいになった場合はスーパーのセルフレジに行ってそこに全部小銭を投入して残りをお札で払うと割と小銭が使い切れてすっきりします。ではじゃあまずお財布はこんな感じで、でじゃあカードは何に入れているのかというと、カードはこのシャネルのミニミニベルトバッグというものに入れています。これは実はプレゼントでいただいたんですが、どうやって使おうって考えていた時に、まあ、そもそもパリはやっぱりスリとか、まあ、ひったくりとかも日本よりはやっぱり多いので、これをですねチェーンをこうやってバッグにつけてしまえば落っこどしたりとかもないし、人に盗まれるっていうこともないじゃんということに気づいたので、これをカード入れにするということにしたわけであります。でこの中は結構こんな感じでマチがあるからいっぱい物が入るんですが、よいしょっと、まあ普通にクレジットカードとかも入ってますが、それ以外にもこのニコラっていう酒屋さんのカードとか、あとはボンマルシとか、まあそんなカードがいっぱいいっぱい入っているということですね。で携帯は iPhone12、 これは年末に日本に帰った時に日本から買ってきました。日本よりフランスの方が高いので、どうしても日本につい行った時に Apple 製品は購入しちゃう感じです。なんでミニなのって言われたんですけど、私はこのサイズ以上の大きさの携帯だとちょっと重いし嫌だなと思っているので、このサイズ感がすごい気に入っていて、まあ、こんな感じでみんなが持っているものとあんま変わらないと思うけれど、天気予報とかあとはこのシティマッパーとかもすごい Google マップよりも割と正確な感じで行き先を教えてくれるので愛用しているし、で電車乗るときはいつもこの Kindle で漫画だったり本だったりを読んでいます。あとは辞書とかで、これはポッドキャストとかはお散歩の時とかにもこのフランスアンフォっていうなんかニュースのディベートみたいな番組があって、それをフランス語の勉強にいつも聞いたりしています。で電車に乗るときはいつも
ポッドキャストだったりも聞くので、このジャブラのイヤホンを持ち歩いています。これなんで iPod の専用のやつではないのかなって感じではありますが、 iPod よりもこのジャブラの方が音がいいっていう風なのを見て、せっかく買うなら音がいいのがいいのかなと思ったのと、あとこれピュッて入れるとなかなか落ちないし、あとこの容器から出した瞬間に同期してくれるので、すごく便利で気に入って使っています。はい、でこれがこれでしょ。で鍵はこんな感じ。鍵はたくさんいろんなものをつけたりするのがあんまり好きじゃないので、いつもキーホルダーだけでミニマムにしています。このエッフェル塔のキーホルダーはパリに遊びに来た人が私にもプレゼントをしてくれたというものです。こんな感じですね。でこれはですね、パリは以前はずっとこう紙のチケットか、または月々のカードみたいなのしかなかったんですが、このナビゴイージーっていうカードができたので、日本のスイカとかエコカとかみたいにピッてやったらできるカードがやっと登場しました。で、まあもちろん紙のチケットもまだ残っているんだけれども、紙のチケットよりこっちの方が1回分の値段が安いので、たくさん乗るんだったらやっぱりこっちの方がお得で、基本的にはこのバッグの中にはこれらとリップとかハンドクリームとかをちょろっと入れてお出かけしていますが、仕事の時はこれだけではちょっと足りないので、じゃーん、仕事グッズをこちらに入れて出かけています。でこれは友達が作っているキラキラのエコバッグで、ちょっと布地がキラキラしている分耐久性がそこまでないので、あんまり重いものとかこう鋭利なものは入れられないんですが、でもやっぱり仕事の時には少し素敵なサブバッグの方がいいかなと思っているので、これを愛用して使っています。でこの中にも入れるものもご紹介しますね。でまずはよいしょ、やっぱこれでしょう。私一応物書きの端くれということで、これが絶対必需品ですね。ノートとペンで、ノートはこれは先ほどお財布にカードが入っていたモノプリというスーパーで買った、それも半額になってたから買ったんですが、こんななんか結構綺麗だからいいかなと思って買いました。でお化粧品もお仕事の時には持っていきます。化粧ポーチ、この化粧ポーチは2年前ぐらいにエスティローダーのプレスツアーに行った時にノベルティということでいただいたんですが、このリップのデザインが可愛いのですごい気に入って使っています。ではまずこちら、はい、スックのリタッチプレストパウダー、フェイスパウダーですね。これはね、なんといってもこの薄さが本当に素晴らしい。こんな薄いカード入れにしか見えないのに、ちゃんとこんなフェイスパウダーが入っているわけです。で、この鏡もこんなに大きいから、他の普通の鏡自体を持ち歩かなくてもメイク直しが簡単にできる。で、ブラシもちゃんと幅が割と薄いけどあるから使いやすい。で、これをですね、ほらね、すぐテカっちゃうから、テカったとこにこうサササッとね、いつもテカるこの T ゾーンとかをポポポッとすれば光らなくて、で、まあ、ファンデーション私はそんなにいっぱい塗らないのでパウダーで抑えるだけで割と化粧感は持ち直すというわけであります。でこれはすごい、なんで軽いし持ち歩きには最高ですね。はい、でこれこれでしょ。でこれはリーラックのリップバーム。私はもうリップクリームがもうないといられない人間なんですが、あんまり逆に口紅を塗らないのでリップに色がちょっとだけあるティントみたいなものがすごい好きで、これはほんのちょっとだけこのピンクの色がよいしょつく感じですね。ちょっと手に塗ってみるか、見えるかな、全然ちょっとしか色がつかないけれどベタベタ感が全然ない、すごいサラッとしているので、でもすごく潤いはあるんです。だからマスクをしている下にこれを塗るとマスクがベタとかってくっつかないので、これを常に持ち歩いてリップクリーム代わりにしています。でこれはもう今の時代の必須アイテム、アルコールですね。でもこれはアルコールなんだけど、このちょっといい香りがよいしょ、ベロ
このちょっといい香りがして、アルコール臭くない、入れ物もちっちゃくて可愛いので、これは結構気に入っています。いろいろ他の香りとかもある感じです。でこれも絶対必須アイテムで、ハンドクリーム。ハンドクリームはハンドクリームでも、私は絶対この SPF が入っているハンドクリームを常に選んでいます。というのも、紫外線っていうのは絶対的に肌を老けさせるものなわけですが、よく手を洗っちゃうから、割と手は無防備なので、本当は SPF を常に塗っていきたいんですが、 SPF の普通の紫外線防止剤を塗ると手がベタベタになるし、洗うと取れちゃうしっていうことで、私はハンドクリームに SPF が入っているものを絶対的に選ぶようにしています。で以前はこれじゃなくてロクシタンのものを使っていたんだけれど、やっぱりフランス人はあんまり SPF とか紫外線を気にしないので、気がついたら廃盤になってしまったらしく、すごい困って SPF が入っているハンドクリームをいろいろ探した結果、これを見つけたというわけです。でこれはですね、レゾルタイムっていうブランドで、日本にはなんかサロンとかにはちょっと入ってるらしいんですが、ほとんど多分見かけないと思うんだけれども、フランスではもう結構老舗ブランドで、ここは本来はこのコラーゲンのスペシャリストのブランドなので、ここにもアンチエイジングって書いてあるけど、コラーゲンとかも入っているみたいで、すごくアンチエイジングに特化したハンドクリームなんです。でこうよいしょ、ちょっと塗ってみるとですね、ペロ、こんな白いけど、すごいあっという間に吸収されて、で紫外線防止剤が入ってるとベタつくのが多いけど、この人は全然べったりしないで、さーっとさーっと馴染んじゃって、全然ベタベタしないで、香りもほとんどそんなに強くないから、何度使ってもいいし、とにかくこれはすごく最近の私の中ではヒット、大変気に入って使っております。はい、でこちらがウカのネイルオイル。このネイルオイルは、私はそのこう爪がすごい弱いので、爪のケアを常にしたいっていうのと、それからこれとってもとっても香りがすごく良いので、香水を持ち歩いたりとかするっていうよりも、こういう後からつけてもほんわか香るぐらいのいい香りを自分で楽しめればいいなと思っているので、これはすごくそういう意味でベストなネイルオイルなんです。でこれはこうキューティクルのこの辺にこういうとこを塗って、いい香り、これをよいしょこうやってやったりとかして、自分で香りを楽しんだわけですが、これはとってもこうオイルもすごく良くて、このウカじゃないやつを以前はちょっと試したこともあったけれども、やっぱりなんかオイルがちょっとすると酸化した感じの香りになって、あんまりいい香りじゃなくなっちゃったりとかして、これはでも本当に常にいい香りで、いろんなバージョンがあるけど、本当にどの香りも素晴らしいから、いやこのネイルオイルは本当に秀逸だなと思っていて、まあ日本に帰った時の方が安いから、日本に帰った時にまた買いたいなと思っているという感じですね。で同じく爪のこれはちっちゃい爪やすり、これはたまにこうささくりじゃないな、こっちピヨって割れちゃったりすることがあるので、まあ、いつもこれをこう持ち歩いて、爪やすりはこのガラス製のやつが私は一番いいと思っていて、もうずっとかれこれ20年ぐらいこれすごいおすすめ、爪やすりとしては。はい、でこれはエスティローダーのピュアカラーエンビーのリップボリューマイザーです。でこれはですね、よいしょ、こんな感じで、うっすらのピンクが、ちょっと塗ってみるか、ほとんどつかない、ピンクがつく、リップ下地的にも使えるし、これ単体でも使える、私的にはリップクリーム代わりに使っているものですね。でこっちと何が違うのかというとですね、こっちはあんまりテカらないし、まあ、本当に何でもないっていう感じだけれど、こっちにはもっとすごいこうツヤ感もあるので、これ1本で口紅を塗らない時にも使うとすごい綺麗だし、あとすごいちょっとだけミントの香りみたいなのもするので、すごくこう
つけても気持ちがいい。でこれの上にリップを塗ってもすごくリップの伸びが綺麗に伸びるので、これも持ち歩くこと、まあ、どっちも持ってるけど気分で使い分けてるっていう感じですかね。でこれトム・フォードのリップカラー 04R。でこれはもともと既存色なんですけど、このピンクのパッケージが限定ですごい可愛いなと思っていて、よいしょ。で色もねこんな感じですごく使いやすい色。私はちょっと黄みがかったイエベなのですが、イエベでも馴染みやすい感じ。でこれを塗ってからこれを塗ると、これが少し唇をふっくらさせてくれるので、これがすごく綺麗に伸びてとても良い組み合わせだなと思っています。よし。でこれはアナトミーっていうロンドンのアポセカリーブランドです。でこれはですねアロマオイルになっていて、私はさっきもお話しした通り、こう香水を持ち歩いて香水をつけるっていうのはあんまり好きじゃなくて、これはそういう意味であまり強い香りではないアロマオイルなのでとっても便利。これはバランス&スタビリティ、心のバランスを整えて気持ちを落ち着けるような香りに調合されているっていうものなんですね。手首とかにロールオンだから塗って、よいしょと。でこれをこうやってって言うといい香りだねっていう、こういうとこにもつけられるしすごく便利。でこれはまあバランス&スタビリティなわけですが、実は他にもいろんな香りがあって、よいしょ、例えばこれとかはエナジー&ストレングス、ちょっと元気がない時とか力をつけて頑張りたいっていう時とかにいい香りだと思う。でこれに関しては自分を表現して自分に自信を持ちたい時に使う香り、こんな感じの香りを全部揃えて買ってきたので、これをその日の気分で選んで持ち歩いて出先でつけて楽しむっていう感じですかね。で最後これ、これはデュオのザ・オイル・ミルク・ミスト。これはミスト状になっている美容液なのです。すごいこんな感じで霧が細かくて、メイクのもちろん上からも使えて、パウダーした後からこれをやってフィックスさせることもできるし、シュッとやるだけですごいしっとりするから、やっぱりフランスはすごい乾燥しているので外でも使える保湿のものがあるとすごく良い。で髪もなんかちょっとパサついた時は私はこうしてパパってしてこうやって直してるけど、すごい便利で男の人でもきっといいんじゃないかなっていうレベルで良いと思っています。まあ、普段はでも、よいしょ、まあ、このアルコールとハンドクリームとリップ、この辺はこっちのバッグにも無理やりだけど入るのでポーチに入れないでこの人たちを持ち歩いたりもしています。はい、まあじゃあこんな感じでポーチの中身は終わりでしょ。はい、これはエルメスの名刺入れですね。もう日本にいた時からずっと使っているので、だいぶ長く使っているけど、やっぱりエルメスは物がいいのかそんなに汚くならない。で中はですね、よいしょ、こんな感じで結構いっぱい入るし、こっちだ、でこっちもポケットがあるっていう感じですかね。でこれもさっき言ったスーパーのモノプリで買った今年の手帳。これはなんか安かった割には結構使いやすくて、どうもイタリアのものらしいけど気に入って使っています。なんとなく手帳はずっとアナログで物を書きたいタイプです。で最後はこれ、見本紙ですね。私は結構雑誌の取材をすることが多くて、特に名刺を出す場面はなくても、やっぱりどんな雑誌でどんな風なことが書かれているのかとかっていうのをやっぱり向こうは見たいっていうのもあって、最近私は防具の仕事をよくしているので、まあ、これを出しましたが、欧米はこっちからだからみんなこっちから見て、いやこれはこっちからなんだべとかって言うと、へーほーみたいな、なんかこう話のつかみみたいなのもできたりするから、であとはまあ大概欲しいって言われるからこれをプレゼントして帰っていくっていう感じですかね。はい、そんな感じで私のバッグの中身はこんな感じでしたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとお役に立てるものがあったかどうかは分かりませんが、見ていただいてありがとうございました。ではまた次回にお会いできたらと思います。では失礼します。
I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I